パパママおはようございます。今日は何から始めよう。テーブルの上のミルクこぼしたらママの声が聞こえてくるかな。ワン、ツー、スリー、フォー、5つ数えてバスケットシューズが履けたよ。ドアを開けても何も見つからない。そこから遠くを眺めてるだけじゃ。トゥ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 。I love you が言えない。言葉はいつでもクソダレだけど、僕だってちゃんと考えてるんだ。どうにもならないことなんてどうにでもなっていいこと。先生たちは僕を不安にするけど、それほど大切な言葉はなかった。誰のことも恨んじゃいないよ。ただ大人たちに褒められるようなバカにはなりたくない。そしてナイフを持って立ってた。そしてナイフを持って立ってた。そしてナイフを持って立ってた。ナイフを持って立ってた。ことが思い通りになったらいいのにな。